阪神ドラフト史上初 NPB 選手指名か。ドラフトに新たな歴史を作る阪神が24日に東京都内で開催されるドラフト会議に向けて、今季からウエスタン、イーブに新規参入した工夫早手の早川大輝投手24を調査していることが10日分かった。今季阪神2軍を封じ込めた最速150キロの右腕で、日本プロ野球機構 NPB 傘下の選手をドラフトで指名すれば球団史上初、11日にもスカウト会議で方針を確認する見通しだ。潜在能力の高い選手は絶対に逃さない。 10.24 に迫るドラフトの隠し玉は静岡の日の玉右腕。阪神が今季からウエスタン、イーブに参入した工夫早手の150キロ右腕早川をリストアップしていることが明らかになった。早川は3月22日の阪神戦、鳴尾浜で7回3安打無失点と好投し、チームの NPB 2軍公式戦初勝利に貢献した。今季25試合に登板し4勝7敗、防御率 3.22、 特に阪神戦は6試合で防御率 0.35 のトラキラー。阪神の球団関係者は、制球面など課題はあるが潜在能力は高い、面白い存在になると評価している。2軍に新規参入した2球団の選手は過去に NPB を経験した選手を除いてドラフト会議を経由しないとせ、他12球団に移籍できないため、今回阪神が指名して交渉権を獲得すれば球団のドラフトして初めて NPB が実現することになる。ファーム防御率3点台が良いのか悪いのかはわからないが、球速だけで制球に不安のある選手は育成で取れば十分だと思う。それならば支配下枠で球速のある高校生投手獲得の方が将来性はある。阪神戦の成績が良いからという理由で指名するんなら濃すぎるけどな。阪神戦の防御率が0点台なのに防御率3点台ということは、他のチームには打たれてるってことでしょう。昨年のドラフトが怪我があったとはいえ、1、2が活躍できなかった失敗ドラフトなだけに、今年はこれが日でも成功させないとダメだよね。そこの流れは大事。また育成からクビになって独立とか社会人行ってもまたプロになれれような仕組みになればベスト。シーバーニーで指名したのに使えない、またそういうことのないように慎重に見極めた上で指名していただきたい。いやいや、まっすぐが140中盤の選手を量産してどうするんだろう。似たような選手阪神にいっぱいいるのに、見ててもあまり特徴のない投手だったし。突然崩れたりするから防御率はパッとしないけど、結構いい投手ですよ。今年の阪神2軍戦見てましたけど、あれ早手の方がいい球投げてるな、思わされた一人。指名するとしても最下位か育成でね。阪神2軍打線に通用したから1軍でもいけると思わないことだ。早手の中ではまだマシの選手だが、1軍レベルにはかなり遠いと思う。指名漏れ必至、指名しても育成が妥当。取らなくてよいと言った意見がある。そうかもしれないけど、他球団に行ったらタイガースキラーになる。それだけは勘弁して。その年で制球に課題あったらあかんやろ。タイガースだけ抑えただけで防御率3点台やし育成でもって感じ。シーバみたいに上位で指名するのはやめてほしい。やめとき。タイガースは昔から裏をかくような指名する癖があるけど、ほとんど成功した例がないからな。昨年かな、ドラフト特番で特集されてた投手かな。タイガースがリストアップしてるのなら他球団もリストアップしてるでしょう。今年の阪神のドラフトの焦点はどんでんを参加させないこと、そこに尽きる。早川投手の地元ファイターズは指名しないのかな。早川取るとしても下位だろうし、別にどうでもいいな。梶谷と岩田クビにして早川取るのは意味わからん。育成なら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。